こんにちは、サロモンスノーボードマーケティングの安藤です。こんにちは、サロモンスノーボードプロダクトの後藤です。久しぶりですね。会社で、ね、会社でずっと雪上に、まあ、ずっと出て回しですからね、はい、まだまだ続くっすよね。そうですね、まだまだ多分合わないんじゃないですか、またしばらく。まあそうですね、その可能性は。だからなかなかね、こうやって撮る機会少なくて。そうですね。そうなんで、今日たまたまというか、一応やりましょうって、はい、ネタがね、どんどん撮っとかないとなくなっちゃうんで、はい、定期配信できるように我々も頑張ります。頑張ります。ということで、はい、あれですよ、千里も超えてプレゼントコーナーもやって。あ、そうですね、そう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 、はい、でね、まああといろいろちょっと対決もしたりしたじゃん、僕がトールさんいないところで。ああ、カスタムの安さんと、ね、まあそういうね、はいはいはい、まあちょっとプロダクト説明とはかなり遠くなっちゃうんですけど、うん、でもあれ面白かったですね。いやいや、そんなこと言ったらやらされますからね。いやいや、対決はちょっと対決楽しみにしておいてください。まあ、それはね、通勤とかで暇つぶしに使えるようなコンテンツも用意していこうかなと考えていますが、本来はやっぱり始めた理由はプロダクト説明なんで、ちょっと久しぶりにやりましょうかね、はい、ということで、今日はニューモデル紹介をしたいと思います。展示会の YouTube ライブ、ね、話してた通り2122はニューモデル少ないんですよ。そうです、そうですよね、そうです、めちゃめちゃ正当化してるっすよね。そうだから、まあがっかりと思いきや、まあその中でも新しいモデルありますし、あとは去年出た1920かのニューモデルは、ね、コロナウイルスの影響で PR できなかったので、引き続きブランドとしてプッシュしていきます、はいはい、ということで今日の紹介するニューモデルは何でしょうか。はい、今日ご紹介するのはですね、ダイアログの、レースストレートジャケット、というモデルですね。名前長いですね。長いです。ダイアログっていう名前自体長いですね。まあまあそうですね、はい、ダイアログってどういう意味なんですか。ダイアログの意味、はい、カッカットって意味ね。カッダイアログってどういう意味だっけな。もうダイアログって登場してもうシナプスに続くぐらい長いモデルですよね。対話っていうんだけど、あんまりそういうね、対話、うん、いやいや、だからブーツとの、ブーツと対話する乗り手の対話でしょ。そうで、話は戻して十何年あるモデルじゃないですか、ダイアログって。そうですね、シナプスに次ぐ。そうですね、そうですよね、はい、長いですよね、このモデルは。トールさん、サロモンスノーボードで何年ですか。12年ぐらいですかね。そうですよね、はい、まあ、僕もそのくらいなんですけど、はい、同じぐらいダイアログと歴史を歩んでるんですよね。そうですね、うん、なのに今調べたすごいですよね。ということでブーツと、ね、乗り手が対話しよう、つまりフィットするってことですかね。まあそうですね、味方になってくる、はい、そういう意味なのかな、わかんないですけど、そういったダイアログのあれですよ、ニューモデル、これ、ね、レースのストレートジャケットっていうのがリリースされました、はい、でカラーはこのブラックと、あともう一個、どうですか、これですね、これなんていう色なんですかね。色もトゥループとかっていう色って書いてある、ね、ちょっとあんまりそういう色はね、ネズミ色、ネズミ色っていうとちょっとあんまりかっこよくないけど、かっこいいですよね、これグレーベースですね、グレイッシュな、はい、かっこいいですね、はい、ちょっと近く、もうちょっと近く、
かっこいいですよ。かっこいいですね、うん、結構人気あります、はい、でブラックも真っ黒じゃなくてレースはこんな感じで、うん、カーキなってるんで、どちらもカラー的にはかっこいいかなと思っています。でちょっとね機能説明をしていきたいんですけど、昨年2020年で、FTR っていうのが強化されたりですか、メンズレディースともにね。でその流れで今年2122モデルでダイアログレースのストレートジャケットっていうのが出たんですけども、うん、これはどうなんですか、なんでレース出したんだろう。まあやっぱりこのスタイルっていうのもありますけどね、レースのねスタイルかっこいい、あ、はい、見た目の、あとはやっぱりこのボアストレートジャケット、うんうんうん、この機能がですねやっぱり非常に、まあ、足首をホールドするっていう意味合いもあり、意味合いではすごくいい機能なんですけど、うん、まあレースだけだとねやっぱり足首のホールってなかなか難しいんで、それをね一緒につけて、うん、はい、やっぱりボアっていうのは今、主流ではありますから、ね、うん、はい、アメリカではやっぱりボアがドーンと伸びてるんですか。ボアですね、そうです。その中でレースなんですか、あえて。あとはまあアメリカ特にそうですね、レースの需要も高い、うん、日本だとここ数年でガラッとスピードレーシングからボアに変わってきてます、ね、変わってきてますよね。そうですね、そう、うん、まあボアもいいし、でも、まあ我々のブランドでいうとゾーンロック、ゾーンロック、はい、あれもおすすめじゃないですか。まあ、その中でねボア需要っていうのがアメリカに次いで今広がってて、うん、まあ、その中でファットレース出てるからなんでなんだろうなって思ったんですよ、はい。まあ、あんまりあんまり納得できる答え聞けなかったんですけど、まあ要は人気あるからですよね、やっぱり。あるんですか。レースあります、あります。どこで。まあアメリカはじめそうですね、人気あります、レース。あ、まだまだあります、レースのね、はい。ただまあレースだけだと紐が緩んでしまう、まあ基本的にはそうですねっていうのもあるんで、まあ、このストレートジャケット、サロモンオリジナルのテクノロジーがつくことで、まあ、このパフォーマンスはねめちゃめちゃおすすめできますよね、はい。でそこに加えて FTR の、構造なので、ストレートジャケットと FTR については概要欄に、うん、はい、過去の、はい、まあ、昨年説明した動画を貼り付けておくので、それを参考にしていただけたらなと思います。でさらに機能説明をしていきたいんですけど、もう唯一ダイアログだけに搭載された、構造があります。それが足首周りについたこれなんですよ、うん、ですね。これなんていう機能なんですか。ちょっと名前的にはヒールケージっていう。ヒールケージ、多分うちのスタッフが初めて聞く名前だと思う、うん、さっきカンペしてましたもんね。登山予習できました。予習できました。余計なこと言うなって絶対思う。そう、ヒールケージ、3D フレックス構造とも言うんですかね。昔はその言い方の方がしてたましたね。まあ言っちゃうとケージコンストラクションですけどね、昔は。やっぱ久しぶりにやると全然テンションが違うっすね。そうですね、だって2021年の目標はトールですとか言ってテンション上げてくれたのに今日トールです。めっちゃ笑ってるじゃん。そうです、トールです。ヒールケージという機能がアウターに唯一搭載されているモデルにもなります。でこれどんな意味があるんですか、この矢印は。まあ、これがついていることによって、はい、この足首のフレックスっていうのが非常に出しやすくなるんですよね、うん。まあ、3D なんで、うん、まあ、立体的にできてるわけですよね、はい。なんで足首やっぱり曲げるっていうところでこの絵がうまく左右してくれるっていうことですね、うん。お、じゃあ前後、まあ、前後、左右もそうなんですけど横にも出しやすいですよ、うん、もちろん。要はこれがついてることで足首周りの動きが出ますよ。出ます。でフレックスは、
フレックスはあの、まあ、ノーマルでノーマルというかダイヤルいっぱいありますよね、うん、ゾーンロックもありますし、うん、デュアルボアっていうタイプもありますから、うん、まあ、基本的にダイアログっていうのはこのミドルぐらいのフレックスですよね、うん、はい、なるほど、はい、歯切れ悪いですね今日ちょっとねなんか嫌なことあったんですよ。いやいや、ないですけど、ミドルフレックスで信頼感、うん、でストレートジャケットで足首しっかりホールドするのにもかかわらず、このヒールケージで足の動きが自由に出るよっていうまとめになりますかね。そうです、そうです僕らスタッフはこのラウンジ、ラウンジのね、レース履いてる人が多いんですけど、すごい楽です。めちゃめちゃいいですよ、うん、はい、本当にね、今まで履いたことなかったんですけど、そう、確かに履いたことない、そうでしょ、初めて今年履いてみて初日からいけるっすわ。そうですね、その通り、うん、そうで、足首やっぱりストレートジャケットで締まるんで不安感もないですし、あ、これでいいな、うん、まあ、おっさんはそうだし、エントリー層が上手くなってくるっていうのもありだと思うし、はい、あとは柔らかいブーツ好きな、まあ、ライダー層、ジブとかフリーライディングでも、うん、パウダーを含めたフリーライディングでもいいんですかね、はい、っていう人におすすめでもあるんですけど、やっぱりガンガン滑る人はこの、うん、ダイアログがいいのかなと思います。だからどうですかね、どういう人におすすめですか、この、まあ、もうちょっとやっぱりこっちの方がね、はい、しっかりしたフレックスなので、はい、まあ、もうちょっとその反応を、重視する方、うん、にはすごくおすすめじゃないかなと思いますよね。はい、なるほど、まあ、ブーツに反応を、そうですね、合成を求める人ですね、うん、まあ、あと回数的にもどうだろう、年間っていうかシーズン、はいはいはい、20回以上滑る方はこのレースストレートジャケットが気になってるんだったら、ラウンチよりもダイアログのタイプにした方がいいのかなと思いますね、はい、という、まあ、ダイアログ全般にもおすすめですけど、特に新しい、これ特にかっこいいですね、レース、はい、で通常のダイアログにはこのストレートジャケットついてないですから、そこがおすすめなところなんですよ、はい、ラウンチはあのボアタイプ、アウターボアタイプにもストレートジャケットついてるじゃないですか、はい、なので選べれます。ただダイアログに関してはこのファットレースタイプだけこの足首を締める機能ストレートジャケットがついているので、ちょっとね、改めておすすめさせてもらいました、はい、なのでまあもう初日からとか、そう、あとは楽、まあ、楽、楽、そして柔らかめが好きな人、はい、っていうのはまあラウンジなのかな。でもうガンガン滑る、日数も滑る、なんだったらオフシーズンに、まあ、エアマットとかで使って毎年ブーツ買い替えるんだよねって人だったら、まあ、ダイアログの方がいいかもしれないですよねっていう。あとね、ライダーも結構履くようになるんですよ、うん、もう渡るとか行くみ筆頭に何人か、はい、なるほど、選んでるライダーいるんで、はいはい、やっぱりライダーが信頼できる、ライダーにも信頼されてるっていうブーツになっていくのかなと思います、うんうん、来年なくならないですよね。なくならない、これはなくならないですというのが、2021-22、はい、シーズンからリリースされるニューブーツ、ダイアログレースストレートジャケットでした。はい、こんなもんでいいですかね。いや、いいと思いますよ。本当ですか、はい、あんまり喋ってないですよ、ね、まあまあ、まあ、じゃあ締めちゃってください、はい、それじゃあこの動画を見て、いいと思った方はいいねボタン、そして高評価、ごめんちょっと待って、カットしないで、カットしてください、はい、じゃあもう一回言います、はい、じゃあトールさん、はい、バシッと締めちゃってください、はい、じゃあこの動画をご覧になっていいと思った方は、高評価、そしていいね、さらには、チャンネル登録よろしく。
だいぶテンション低いですね。あ、低いかな。はい。